でこんなことに。こうなると二股のことを正直に話した方が。でも、あ、それより渚ちゃんは？やはり必要もあるので今回の旅行はお二人で楽しんでください。渚ちゃん、友達で。えあ、さあ行こう。そういうこと。直也、私は今大丈夫じゃないんですけど。三人で来た旅行なんだし、三人で楽しまなきゃ意味ないよ。いや、知ってるけど、水瀬さんを放っておけない。大切な人だから。直也くん、いや、あの、直也くん、水瀬さん一緒にいるとこ見られたらダメですし。なんとかするよ。この旅行ではまずはサキさんにうまくいってもらおうって決めたんだから。いや、あの、本当に私のことは大丈夫ですので。お前でイチャつきやがってめちゃめちゃ誘惑してやるぞ、アオヤ。